からちょうど40年前、地球は怪獣や侵略者の脅威にさらされていた。人々の笑顔が奪われそうになった時、遥か遠く光の国から彼らはやってきた。ウルトラ兄弟と呼ばれる頼もしいヒーローたちが。そして今、ウルトラの父は一人の若き勇者を地球へと送った。その名はきっと。ああ、お前になら、いや、お前たちにならタクセソーだ。俺のふるさと。約束します。頼んだぞ、メビウス。私は地球にはマイナスエネルギーの調査のために訪れた。そして人間と触れ合ううちに人間の持つ限りのない可能性を感じた。それはメビウス、君も同じだろう。はい。になろうとする気持ちを失わないでくれ。たとえその気持ちが何百回裏切られようと。それが私の変わらぬ願いだ。
ウルトラマンとして戦うということは、決して彼らの思いを裏切らないこと、彼らの希望であり続けるということだ。そうすれば君はもっと強くなれる。はい、ウルトラの父。